チッチッチッ。これみんな一回出て一人じゃんけんで負けたやつみたいのが一人で中に入って1階から3階まで上がって降りてくるとかやる？まだあるのよ、その1時間弱ぐらいはあって。45分あと。そう、あと45分あるから、とりあえず完全に離れて一人の状態で、よし、はい、それでは一人検証再トライ、はい、私一人で行こうと思います。この頃麻痺してると思うんだよな、この心霊スポットを回るっていうことに関して。気にせず行きましょう。通る場所、通る場所、ここか。よいしょ。さあ、行くぜ。うわぁ。どうせなので、3階から順に降りていって、全部の部屋回ってみようと思います。今ここに一人でいるっていうのがね、さっきまではみんな各階にね、その一人検証って言いながらも、まあ同じね建物内にはいるっていう安心感がちょっとあったんだけど、今俺一人。一人だよ。今、久保田くんが一人で行ってます。結構、周りが真っ暗ですね、やっぱり。ね、その1階のさトイレがどうとか地下がどうとかさ言ってたけど、言っとくけどどこ行っても怖いかんね、これどこ行っても怖いのよ。いわくがどうとかじゃないんだよ、もうすでに全然緊張感違うんだよ。しましたね。いや、うわ、いや鳥肌立つわこれ、マジか。いやー怖いなー、怖いぞ、嘘なのちょっと待って、怖いんだけど、やだやだやだ、こんなことになんの、今はさ物音とかさ声みたいなのはどうせあいつらの声だろうとか思ってたんだけどさ、今聞こえてくるもん全部怖いわ。これ以上あんま行きたくないもん。まあいっか、なんかやだな。あーごめんね、カメラ壊しちゃうかも。いやー、この俺でも
ッターあればなんでこんなことしたんだろうね。ちょっとあんまね、一箇所に行ってもね、ちょっと違うだろうからね。はい、ちょっと退散しますよ。今日はすごい月が綺麗なんですよ。携帯のカメラでも映りますね。いや、こう考えるとつくづくさ、バイオの主人公ってほんとめちゃ強だな、あいつ。やべえわ。壊れる前に何か住み着いたりしてたのかな。そんな気するよね。はい、今久保田さんが完全に入り口から一人黒竹ドライブインに潜入していってます。一回行きますか。うん。このフロアはね、カエルがいっぱいいるのよ。だからもう常に音がしてて、うん？今俺のライトで照らされた？誰か来てんのか？だからもう常に音。これ一回行くの嫌だな。あ、ちょっと嫌だな。あ、やっぱあれだ。2階にいるのが一番いい。さっき上行った時も嫌だったけど、こっち来んのも嫌だわ、これ。あ、嫌だな、なんか。今の俺には無理なんでね、ゆっくりと締めさせてもらいましたと。だって上原くんがその中入ってなんかいろいろ見てたね。いやー、ただね、今んとこね、そのいろいろビビり散らかしてはいるんだけど、まだ大丈夫というか何の説得力もないけど、いつも同じようなこと言っとるな。ナーブエスト、ちょっとナーブエスト、ちょっと聞いてみたいようなね、気するね。なんて思ったほど怖い感じはしなかったんですけど、ちょっとね、正直時間帯な気はしていて、やっぱり言ってもまだ遠くにある街では光がね灯ってたりするので、まあ、そういう活気っていうのがこちらまで届いてるのかもしれないですね。ただ何かしら映ってる可能性は十分あるので、
そうそう、本当はね、この辺に、本当はというか、前まではなんかその、管理人のノートみたいのがね、あったって、他の YouTube の、うん、動画にはね、そんなようなのあったりしたんだけど、あったりしたんだけど、今はなさそう。あとここのキッチンの中、これがちょっと俺は嫌だ。ちょっとじゃない。かなり嫌だ。入るなって書いてある。ほら。入るなって書いてある。全然見てなかったわ。そうだよね。入んない方がいいよね。俺もそう思う。ほら、なんか嫌なのよ。なんか、ごめん、ゾワッとした。なんだろうね。ちょっともういいかな。限界かな。こういうとこ来るからにはいろいろ見て回るべきだと僕は思うわけなんですけど、もうやったろ。もう元は取ったよ。いいんじゃない？俺地下行くの今、一人で行くのやだ。いやでも正直さっきの食堂に行く方が嫌だな。それで行ったら、いや嘘だよ。一人でここ行くの嫌だわ、やっぱ。どこに行っても嫌だわ、やっぱ。嘘ついてた。いやー、なかなか貴重な体験だったよ。ありがとうございましたと。ありがとうございました。はい。失礼します。いやー、怖かったよ。なんで？一人であんなとこいりゃ怖いだろ。どう考えたって。いや、でも、うん、貴重な体験だったかな。うん、なんか起きた？起きてはいないかな。起きてない。なんか、見てて思ったのは、あの、2階の中、食堂の中が一番嫌だなってちょっと今日思ったから、他は別にやっぱ怖がってたけど。上原くん、ちょっとカメラ撮ってきたいの。ああ、いいよいいよ。ちょっと行ってきます。そしたら私は再度入り口から一人で小野さんと久保田さんはあそこですね、待機してるので、ちょっとあの3階のオブジェゆっくり見れていないので、そこを重点的に、ちょっと残り時間もあまりないので行っていきたいと思います。一人になるとちょっと怖いですね。入り口が一番怖いです。危ない。やっぱ改めて一人だけで回ると怖さありますね。これですね。
段階で椅子が積み上げられたオブジェです。椅子のオブジェですね。です。ちょっと一周くるっと回ってみます。オブジェの周りを一周ぐるっと回ってみたいと思います。このベンチもちょっと嫌な感じしますよね。今回はこんな感じです。すごいですね。ロープウェイがもともとここにあったんですよね。ありがとうございました。はい、では終わりたいと思います。ありがとうございました。はい、お送りしてまいりました黒岳ドライブイン、今回の恐怖とお願いします。はい、オカルテッド初の廃墟で、しかも念願の黒岳ドライブイン、なんかすごい雰囲気あって怖かったんですけども、特に僕にはなんか心霊的な現象感じられませんでした。ただ雰囲気すごい怖かったです。緑保留でお願いします。はい、まあ自分も同じような感じなんだけど、この廃墟に来るっていうね、このあんまいい言い方じゃないけどワクワク感みたいのを味わいました。であと一人で回ってたら やっぱ怖いやってなったので、最初青かなと思ったんですけど、ちょっと保留変化で緑になったかなというところで緑でお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。では失礼いたします。失礼します。旧天城トンネル目指して。オカルテッドの宿命なんですかね。天城トンネル着きました。ここどうなってた？崩れてんじゃない？喋らないでいいな。